サッカー好きには知られていても、一般的にあまり馴染みのない選手は意外と多い。しかし、決して有名でなくても、日々サッカーの本場で経験を積んでいる。才能あふれる選手は海外に数多くいる。今回紹介する原太一もその中の一人だ。あの大迫勇也をはじめ、カタールワールドカップ以降、世界的な選手へと躍進した三笘のような、確実に得点に絡めるフォワードとして将来日本代表での活躍が期待されるだろう。今回はそんな原太一の経歴や特徴を紹介していきたい。基礎情報。原太一は1999年に東京都で生まれると、5歳年上の兄がサッカーをやっていた影響で自身も興味を持ち始める。多摩平ジュニア SC を経て FC 東京の下部組織である FC 東京 U15 武蔵に入団。その後 FC 東京 U18、 そして FC 東京へと進む。このように生まれも育ちも生粋の東京であり、現在はベルギー一部のシントトロイデンでプレーするフォワードの選手だ。身長191センチ、体重84キロと恵まれた体格は、海外の選手とプレーしていても決して引けを取らない。FC 東京時代の映像を見ると、ひときわ大きいのが原太一なので非常に見つけやすい。しかし、現在の原太一イコール高身長というイメージとは裏腹に、意外にも U18 に入るまでは特別高さのある選手ではなかった。中学時代は175センチと低くはないが、今のように高さを武器にできるほどでもなかった。しかも急激に身長が伸びたおかげで、それまで培ってきた自らの体の使い方に苦労したと後に語っている。この時、急激な成長のせいかボールを蹴っただけで脛骨、つまりすねの骨を骨折してしまったという。そんな成長期特有の悩みや怪我により、 U18 時代の前半は苦労した。ただ怪我を克服し、体の使い方にも慣れた高校3年の時に出場した日本クラブユースサッカー選手権では優勝、そして得点王にも輝いている。ちなみにこの時のチームメイトには、中学生ながら飛び級で FC 東京 U18 に所属していた久保建英もいた。2016年に得点王となった久保に続き、翌年の2017年は原が得点王となったのだ。プロ入り。ユースで活躍した後、そのまま FC 東京に加入する。 J1 での出場機会は少なかったものの、 J3 で大きく活躍した2019年にはプロ2年目にして19得点を挙げて得点王に選ばれるなど、結果をしっかりと残している。日本代表としては U18 から U20 まで連続で選ばれていて、まだ記憶に新しい U20 ワールドカップにも日本代表として選抜されていた。先に紹介したように FC 東京時代の活躍を経て、2021年2月にはクロアチアのイストラへ移籍することが発表された。海外における初めての挑戦は、体の大きい選手が多いクロアチアの地でスタートすることとなった。イストラでは18試合に出場し8得点を挙げるなど、こちらでも高い決定力を証明する。イストロでの活躍もあってか、同年2021年6月からはスペイン2部リーグのデポルティーボ・アラベスと2年契約を交わす。8月のシーズン開幕戦でベンチ入りを果たし、こちらでも順調かと思われたが、その後開幕から1ヶ月も経たずにベルギーリーグ一部のシントトロイデンに1年間のレンタルが発表されてしまう。こうなると結果を出す以外にアピール方法がなくなった原は、レンタル先のシントトロイデンで28試合8ゴール3アシストと躍動し、チーム内の得点王となった。そんな決定力の高さは今も変わらず保たれており、2023年3月現在、アラベスとの契約も新たに2年更新され、再度シントトロイデンへのローン契約とはなったものの、フォワードとしての最重要の役割である得点に絡む活躍を見せ続けている。プレーの特徴や性格、しつこいようだが、やはり高さを生かしたダイナミックなプレーは彼の大きな魅力の一つだ。しかし原太一のプレーは体格だけに頼らず、足元の技術など器用さも併せ持つ。スピードも申し分なく、裏に抜け出すなどオフ・ザ・ボールの動きにも定評があるのが特徴だ。また彼の利き足は右とされているが、
左足の精度の高さも抜群であり、パスはもちろんゴールを決めることも多く、アラベスへの移籍が発表された時も原は両足を使いこなすと称賛するコメントがなされている。特にペナルティーエリアでのボールに対する嗅覚が鋭く、途中出場での起用が多い中でも確実に成績を残す信頼のおけるフォワードと言えるだろう。さらに生まれ持った体格や器用さだけでなく、原はサッカーに対する努力も決して惜しまない。 FC 東京時代は全体練習の1時間前にはコートへ来て1時間ほど自主練をしていたという。それは1時間ひたすらゴールと向き合うシュート練習だったそうで、得点を決めるというフォワードとしての強い意志を感じる。サッカーに限らずスポーツ全般が好きで、特に野球と卓球は得意らしい。好きな食べ物はタコで、シントトロイデンのチームメイトである大阪出身の林大地とたこ焼きは最高と話す姿も見られた。趣味は音楽を聴くことで、ミスター・チルドレンの終わりなき旅が好きだという。髪型を坊主頭にしてから見た目だけでなく何を考えているかわからないため宇宙人と周囲から呼ばれる場面もあった。本人は自分はネガティブになりやすいと話し、不安を感じた時には何か行動するようにして、そういった気持ちを払拭するよう努めているそう。 FC 東京時代の自主練習もそういった自身の気質としっかり向き合った結果の行動だったんだろう。ピックアップゲーム。それでは実際に原太一の活躍が顕著だったゲーム3戦を紹介していく。イストラ対ディナモザグレブ戦でのヘディングシュート。まず最初に紹介するのは、原が海外最初の移籍先に選んだイストラ在籍中のゲーム。2021年クロアチアのカップ戦決勝となったこの試合では、前半だけで3点のリードを許していたイストラはかなり辛い状況だった。しかし52分原がクロスで上がってきたボールをヘディングで沈めると、その1分後にはゴール前に向けられた左クロスをクリアしようとした相手選手の前に飛び出し左足でゴールを決めた。この試合で2得点を挙げた原の姿は、アラベスが彼を獲得する決め手になったのではないかとも言われている。原の海外の屈強な相手にも負けないフィジカルの強さと、ボールをゴールにつなげる嗅覚の鋭さが発揮されたゲームだ。2022年アラベス復帰後スペイン初ゴール。2021年アラベスへ移籍した後、ローン契約で1年シントトロイデンでプレーしていた原だったが、2022年8月にアラベスへ復帰する。そこで自身のスペインリーグ初得点となるゴールが生まれたのがこのゲームだった。9月10日アラベス対ルーゴの一戦。後半60分から途中出場となった原はピッチへ出てわずか5分後にペナルティーエリア内でボールを受け取った。ただ左足でシュートを試みるもミスしてしまう。しかしすぐさま冷静に右足でゴールを決めてみせた。1点のリードを許していたチームは原のこの得点で同点へと追いつくことができた。ミスはあったものの、フェイントにも見えるほどの見事なカバーで決められたこのゴールは彼の器用さを再認識できるものだった。スペインリーグ2得点目となるヘディングゴール。最後はこちらも2022年アラベスに復帰した際のゲームだ。11月13日アラベスは伝統的なカップ戦であるコパデルレイでリダエスポルティウとの初戦を迎えた。スコアレスのまま前半を折り返すと、後半47分にアラベスはコーナーキックのチャンスをつかむ。ゴール前に上がってきたボールを原は相手と競り合いながらもゴールの左端へと沈めた。原の持つ高さを生かしつつ、キーパーが動けない完璧なコース取りは圧巻だ。今後2023年、今季もシントトロイデンへのレンタルが決まった原太一、岡崎慎司やシュミット・ダニエル、あの大迫勇也に代わって代表へ招集された林大地など日本人選手も多く活躍するシントトロイデン。海外の波に揉まれつつ、これからも経験値をますます高めていくことだろう。もちろんまだ23歳と先は長いため、日本代表でのプレーも十分あり得る。高い得点力を持つ大迫はもちろん、本田圭佑と同世代で同じ長身フォワードとして活躍した平山颯太を超えるような選手になることを期待している。原自身が憧れる選手は元ブラジル代表のロナウジーニョや
ポーランド代表のロベルト・レバンドフスキらしいので、偉大なレジェンドとなれるよう歴史に名を刻んでいってほしい。今回は原太一についてまとめました。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。